合わせの長着の例合わせとは、裏地のある長着のこと。これに対して、裏地のないものは、人へと呼ばれる。衣替えの慣例としては10月から5月までの間に着るものだが、ウールなど暖かい素材で作られた人への普及と、暖房器具の発達により、真冬のみ着る人もいる。裏地には、平銀のやキュプラなど滑りの良い布地が用いられ、胴裏、鉢掛け、袖裏に分けられる。 鉢掛か,かりと袖裏は着用時にも表から見えるため表地と調和し引き立てるような色柄の別布が用いられることが多い。戦前までの女性用の長着の胴裏にはもみが使われていた。合わせの羽織、合わせの襦袢も存在する。室町時代以後の小袖において合わせとは面の入らない裏地付きを言い、冬用の綿入れの小袖と区別することもあった。また、 昭和三十年代頃までは、裏地付きの洋服のことも、和服になぞらえて、合わせ仕立てということがあった。婚礼用の振袖や留め袖など、格式の高い着物は、表地と裏地を強制地で仕立てる。これを、無く仕立てといい、特に婚礼用の重ね衣装を白むくという。合わせを簡略化し、銅の部分だけを単仕立てにしたものを、銅抜きという。ありがとうございます。